またここもあの話が変わりまして、いろんな曲を取り上げていったと思うんですけど、まあ、取り上げる前と実際に、クリスマスコンサートの中で弾いていった時に、まあ、変わった感じとか印象としてはどんな変化があったのかなってお聞きしたいんですけど、まずあのピアノソロでそれこそショパン、ドビュッシー弾いてみて、何かこう用意した時とやってみた時で何か変わったところっていうかあるんですか？はい、ありますね。実はですね、先週、チリューのリリオホールという大ホールで反響版のあるホールで3人で弾いてきたんですね、はいはい、同じものを、はい、同じ作品を、で全く違うわけです。要するにその、演奏が変わるわけではなくて、うんうん、そのこちらの心構えが変わるということなんですけど、大ホールで反響版のある素晴らしい楽器を弾けるというのはもうピアニストにとってはあんな幸せな時間はないんですけれども、この間のくらいのところで弾くっていうのはまた全然別の気持ちがあります。で、あれは実は何回も本番に乗せてきた曲ではあるんですけれども、 ある時、私の師匠からも友人からもとても素晴らしいけどとても焦って弾いてるわって言われたことがあるんです、それでもっと味わって弾いたらどうって言われたので、この間はそれをすごく意識して弾きました。でそれをそのコンサートから2週間後のリリオホールで、2人目で弾いてきたんですけど、それは私の師匠の研究会なんですが、門下の久しぶりに師匠に褒めていただきましたとても良かったと。なのでこの間のコンサートもそのように弾けていたのではないかと思ってるんですね。なのでホールの大きさとかピアノ楽器の良さとか聴衆の方によって演奏を変えるわけではありませんが、心構えが変わるのは事実で、で近くで聴いていただくからこそ見て手の動きとかをあえて見ていただきたいなっていう気持ちも込めて弾いたかな、この間は。はい、これもちょっとだけ自慢なんですけど、大変美しいと言ってもらえるので弾いてる様子がその手の動きとかも、だからそれもその動きからその出る音の方向性とかベクトルもあるので、それはバイオリンでもそうですし、そちらでもそうだと思うんですけど、で特に近くで見ていた、あえて弾くではなくて見ていただくっていう部分に結構フォーカスして弾いたつもりです。なるほど、はい、そうなんですね、はい、残念ながら僕は裏にで見てはいないんですけど、でも別に裏っていうのは壁というわけじゃなくて、壁は一枚ありましたけど、空間的には一緒だったので全部演奏を聴かせていただいて、僕の印象は本当に、なんかその染み込んでくるっていうか、本当にそうなんですよ。何なんでしょうかね、こういう例え方をしたらショパンとかマイムさんにも怒られちゃうかもしれないんですけど、なんかこう京都みたいなところの、建物にいて、こう石庭とか、または苔むした庭があるようなところをちょっとこう見ながら、なんかその景色をの空気をずっと吸収しているような、なんとなくそのこう聞くとかじゃなくて、その雰囲気自体がなんとなくこう体にスーッと入ってくるような印象が、最高の褒め言葉です味わっていただけたというか、はいはい、だからはい、そうですね、ありがたい、嬉しいですね。なんかそうこうもちろんね、その CD とかで聞くこともありますけど、それ以上にそのなんかこう自然に入ってくるような感じっていうのが僕はすごくあって、ありがとうございます。こういう聴き方ができるっていうのはサロン的なというか、コンサートの醍醐味なんだなっていうのは感じましたね。あきこさんは何かこう感じになったことってありますか？なんかピアノ、ピアノですね、はい、そうですね、真由美さんの演奏は大体フランスもの、ね、そんな演奏をよく知ってたんですけど、ショパンは初めて聞いたことがあるのかもしれない。そうなんですね。なるほど、なんか聞く機会はありそうですけどね。そう、聞かせてもらったの初めてだったんですね。
で、まあ、YouTube とかでもあのいろんな方の聞きますけど、あの時はやっぱりあの生でああいう空間で、あのその雨だれがこんなんていうかな、あの高い方に行ったり低い方に行ったりしますよね。その音色がいろいろ聞こえて、なんかこんなにもうあの壮大な曲だったのかっていう、それを感じますね。そうなんです。商品かもしれないけど、すごく壮大に感じました。なんとなく、あ、面白いですね。その同じ演奏を聴いていても、ちょっと僕とあの明子さんの感想っていうのはなんかこう違う目を捉えてる感じがありますね。そ、楽器の特性もあるんじゃないですかね。自分の楽器とかの、うん、ね、うん、いろんな音が出るっていうところに多分彼女は反応してくれたのかな。いろんな音っていうか、あの曲ってあまりにも有名なので、確かにその皆さんその割とステレオタイプの演奏に慣れてらっしゃいますし、あの印象的なところだけでしょ。でもあの曲ってね、そうかなり深いよね。まあどの曲も深いけど、こだわりすぎずにその音楽として弾くっていうのは結構実は難しいことで、あのこだわりすぎた演奏はそれはそれでちょっとまあ素晴らしい場合もあるけど、ね、だからこうあくまでも自分をニュートラルにしたつもりです。なるほど。自分をニュートラルにして音楽に忠実に弾いたつもり、そういう演奏の時にいいって言っていただけるんです、いつも。なるほど。自分っていうものをなくしてゼロにニュートラルに持ってきて、私は音楽を通すチューブになってるだけっていう、上から降りてきたものを私を通して出すだけっていうような演奏ができた時に、あのとても良かったというふうに言っていただけることが多いので、あの極力どうしてもこういうふうに弾きたいとかってありますよね。ここはこうしたいとか、ね、でもそれをねやりすぎると、まあちょっと気持ち悪いとかねやりすぎとか、まあ、料理とかもそうだと思うんだけど、ファッションでも料理もそうだと思うんですけど、やっぱりその、音楽としてというところに立ち戻って弾いたつもりです。なるほど、はい、そうなんですね、はい、いや本当になんかあの面白いですし、これあれですよね、あのコンサート聞いた方だったら多分もっと面白く聞けますよね。なんかね、まあ、本当ぜひねこと聞いていただきたい。ご感想聞いてみたいですね。ね、そうですね、実際に、はい、あのじゃあ僕今度僕の話なんですけど、まあ、あの日はソロもやらせていただきましたし、まゆみさんとの共演もありましたし、はい、3人での演奏もあって、あのそもそも、まあ、それぞれ、あ、実はあの共演の曲だけは僕あの本番をしたことがなかったんですよ。あのずっと、ね、練習とかはしてましたし、あのよく自分でもその聞いてはいたんですけど、で他の曲はもちろんあの、はい、やったことがある曲だったんですが、はいはい、僕としてはポルの独奏のバッハはあの瞬間っていうのが前やった時とやっぱりそのお客様との距離も内容違うから、だいぶその印象としては違って、トークをねそれで変えたみたいなお話もありましたけど、僕もやっぱり変えたいって思ったところがあったんですよ。だけどちょっと変えきれなかったっていうのがもう本当に僕はなんか悔しかった。そんなことない。いやいや、そうなんです。すごい的を得たし、質問も出てたし、うん、いやいや、だからまあその演奏としてはちょっとそのね、あのまあ心の残りもあったんですけど、でも例えばこう3人での演奏なんかは印象違いました。合わせと、うん、全然本番違いましたよね。本番よかった。なんか合わせの時やっぱり迷ってるところもあったし、あの調整しながらっていうところです、まあ、一応あの時はこれでいきましょうっていうのを お互いに3人とも決まってて、こう一斉にこう滑り出した感じだったんです。カーリングの最初のとこみたいな。そしたらなんか、あ、いい感じにこう なんていうんだろう、まあ、回るって循環するっていうか、私にはそう感じられた。あ、そうですね、まあちょっとあの全体の話も言っちゃったんですけど、まあ、僕がちょっとお聞きしてみたいのはホルンの独奏とか、はい、まあ、ホルンとピアノとかを聞いた感じの感想っていうのはなんかあの どんな感じだったんですか。あ、まず、ルバスクに関しては、うん、一緒の共演の曲ですね、はい。